なるほど、なるほど。今日の海外特集はカナダでございます。はい、カナダを地図で確認してみましょうね。はい、カナダここにありますね。今日はですね、このバンクーバー島を中心にお伝えしようと思います。水沢記者のレポートで、まずはおかしなレースの模様からご覧いただきましょう。それでは参りますよ。なるほどザワールド。皆さん、私は今カナダのバンクーバー島にある七重星市に来てます。ところで皆さん、今私が乗ってる乗り物、これはなんと世界最大のバスタブなんです。こちらにいらっしゃるのが元市長さんのフランクさんです。ナイスミーチュー。おー、ナイスミーチュー。そしてこちらが世界最大のバスタブの息子、バスタブ自動車。そしてこれが世界最大のバスタブの孫、バスタブお父さんになってます。かわいいですね。実はこれからなるほど杯争奪バスタブレースが始まるんです。見てください、これがバスタブボートです。このバスタブにモーターをつけてボートにしてるわけですね。まるでスピードボートですが、昔は本物のバスタブにただエンジンをつけた素朴なものだったんです。そこで私も日本からわざわざ持ってきたタライに船外機をつけてデモンストレーション。あれ？どうしたらいいの？私止まり方知らないから原さんにぶつかっちゃう。カメラマンにぶつかっちゃうよ。どうやって止めるの？なあ、ルー。ほう、ダー。ダー。わ、あ、ほっ、ドー。さあ、いよいよスタートです。はい、第1位は県の方、おめでとうございます。はい、2位の方はバーアーの方です。はい、第3位、ただいま到着。さあ、女性の方が到着しました。どの方、そして続いてルの方、ただいま到着。ゲタ、It's ゲタ。似合ってます。私着せたことないからわかんないけど、どうしよう。そして、and you know, okay, okay, 似合ってます。